大橋あわみやび像椿沈山室大橋あわみやび、加盟6年5月17日は、江戸の合商。書がコレクター、書の鑑定家として知られ渡辺火山、佐藤一斎などの文人、画人と交流した。名は和ずよ音教、通称、神戸への治療財門。晩年に、あわみやびと合した。別号に、東海通る県。下屋国の生まれ。 下谷国津賀軍の石高橋栄才の子として生まれたが、15歳の時宇都宮の古着商、佐野屋を営む菊池家の婿養子となる。1814年26歳の時、学府高い西へから資材を受けて、江戸日本橋本浜町に佐野屋の別店を出す。以来、20年間詳細を発揮して、五福商、毛岡木綿の中継丼や、両外商と事業を拡大。 江戸を中心に、関東一円に五十点以上を持つ合商となる。財を成した晩年から書画をコレクションし、書法の鑑定家として知られるようになる。また佐藤一斉、渡辺火山、椿鎮山、立原安図書など文人仏閣と、盛んに交流し、同郷の画家高雲や、を熱心に支援している。民の書かばり東海に支宿して、総称、くし東海通録権と申した。 著書、阿波宮ヤ雑著では、商人の道義と徳を述べ、あまりあれば必ず施し、人をとまして自ら富むと説いている。事実、天保の大基金では惜しみなく、死罪を投じて休民に尽くした。去年六十六、柳中天皇寺に葬られる。なお阿波宮ヤの妻タミコは画号を、静者としト人として知られる。歌集、静ズシ州、文、コの島の木を表した。 息子の菊池教中、娘婿の大橋突安は、勤農家として知られる。娘薪子も、歌人として知られ、坂下門外の変で投目された夫、突安と弟、誕生への思いを綴った、夢寺日記は、勤農の死守を奮い立たせた。菊池とも、菊池家の婿であったが、中正大橋生を名乗った。諸賀賞安政運営らと諸賀の展覧会。 官邸会を開催した。佐藤敦氏高渉大橋、阿波宮ヤにおける文字と寺曲、何画家の安住書は、阿波宮ヤの娘、マキコに恋焦がれるも、娘婿として、受学者を強く望んでいた。阿波宮ヤの反対で、思いは報われることはなかった。そもそも商家の阿波宮ヤに対し、安住書の本職は武家である。安住書は、 昇進を癒すためか、牧子への思いを募らせて、ヤギヒズを描いている。他に、山口寛さん、包みたくさん、関愛良、大久保支物、牧良子、小山も野外、大竹章筒美、愛、沢石子、山内公設など、後に、菊池家が経営する東海銀行の名の由来となる。ありがとうございます。